相手と回して打つ動きがあるんですけど、これが上を持てば合気道、剣を持てば合剣というように太一とつながっているんです。上だけでしか鍛えられない稽古方法もあって、例えば突いてきた時ここから払うとか、払うで払う動作っていうのはなかなか合気道の太一ができない動きなので、こういう腰の力ですね、ついていくっていうのは、それを受ける、そして払うつくっていう動作っていうのはなかなか武器じゃないとできない動作だったりする。あとついてきたところを払うっていう、こういうのもなかなか通常のタイツがない動きなんですね、発想で。で、タイツとつながっているっていうのは、例えば、上を掴んでいくとき、掴んでいくところ、こういう投げがあります。あるいは、こういう動き。で、これを同じようにタイツで、こう上を持っているようにイメージします。それを、こういう呼吸投げ、上を持っているイメージする。はい。先ほどのサイドにあったこの上を持ってイメージします。でもそれを延長すると相手を掴みに来たところをここで関節を決めて、で肩をシステマとともにいってるんですけど、こういう動きが、それを上を持って決める動きが上でできます。で、考え方に種類ありまして、上でこう持つのが両手取り、両方の手で持つっていう動作と、上を持ってるのがもろ手で2つで上を掴む動作、それが2つ考えられるので、同じようにこの動きがまさにこう手の延長で同じ動きで発揮される。両手持つともろ手で片方の手で持つっていうのが上と対ですね。ありがとうございます。平川先生、だいぶ前からすごい戦略的にやってますよね。私は喋っては一切今みたいに喋ってはいないんですけど、その演舞の動画をずっと上げてただけです、でそれで登録者数がでも10万近かったんですよね。もう演舞だけの動画で、で私も北川先生と同じで、やっちくんチャンネルをきっかけに喋るようになりました。それまで本当一言も喋ってないで、あ、ひたすら演舞だけ、たまにコメント欄で喋れよって言ってるぐらいで一切喋ってなかったので、それでよく説明しないとやっぱり伝わらないので、こうやっちくんチャンネルをきっかけに合気道についてちゃんと言語化して説明しようかなっていうのを考えてます。とか尺状とかも、まあ忍びの流れとしてはあるので、このままこう普通の状として使ってる状態から突きたいっていう時に、こう持ち替えてこうやって突いたりっていう時間がない時に、このままこうバンって突く時に、この視点を手首じゃなくてこの辺に突くっていうと立つのが早いので、そのまま突く、ここだとこう持ち上げて突くのが時間がかかるので、視点をちょっとずらしておいて、そこに対してこういう持ち上げ方をしながら早くつけるとか、あとはショーパフォーマンスの部分があるので、こう演舞でこう振り回して、みたいなこう忍者らしい動きをアピールしたりってことはやります。忍術とかそうなんですけど、やっぱロマンの部分ってあると思ってて、全部開け透けにしちゃうと魅力そのものが失われてしまうというか、それこそ光源を探して電球割って中調べて光が消えちゃってみたいな、そういうことにもなりかねないので、やっぱりその魅力として担保しつつ、出せるところはもうポップにいくらでも楽しく、そしてそこから踏み込まないと見えないところもまたちょっと隠して担保するっていう、なんかその光と影を使い分けるところが大事かなっていうふうに個人的には考えながら、こういうオープンすることに対しては、はい、後悔してますね。史実に乗っ取りすぎちゃうと全然面白くなくなってしまったり、正しいからといってそこに魅力があるかとはそういうわけでもなかったりするので、やっぱり虚構と現実の織り交ぜ方というか、魅力の作り方っていうところが、これから我々世代の課題になってくるかなというふうに思っています。考え方としては、本当にこの棒の動きを、こう重心であるとか重さであるとか、そういったものをどれだけ活かせるかということである。まずシステマでは何でも、使い方以前に体と武器を一体化させないといけないっていうのがあったりするので、そこの練習として本当にこれね、一体化できると。で、この動きに乗って、で、これ、ね、全部動きに体が全部乗っかってくるみたいな、こういうふうに
武器の動きにこうやって導かれて動きになってくると、じゃあその武器の動きに全身の武器が重さっていうか威力が伸びになってくるから、だから勝手にあの武器に威力が伸びるようになってくるし、そこから武器に動かしてもらってるんですよね、みたいな感じで。でこうやってあの倒れたり起き上がったりっていうのこれ大きいですよね。でこういうふうに武器と一体に動けるようにしていくと、相手はまあ持たれたりとかそういうのでもこうやって受けたのがね、このぶつかりになっちゃうところもその武器との一体になって動いていくと、その延長に相手がいるから崩してくれて、でなおかつ崩してそのままこうやって止めちゃうとかね、で倒してそこから倒しっぱなしにしないっていう、まあこうやってでこう崩してみました。でこれをいかに使っていくか、例えばこうやって手を引っ掛けてみたりとかね、そういう使い方を常にクリエイトするんですよね。ここ全部アドリブ でこうやってこうして、例えばここパチンコの下の方がどうなんだろうとか、うん、で今こう顔を防いできましたね。でそれこれを押さえてこうスティックバインディングっていうふうに言われたりするんですけども、スティックで相手を縛るっていう、で相手は例えばこう持っていましたと、でそれでこっちをこういうふうにしてきた、でそれで奪ってやるとも同じですよね。こう崩していってこうやってうまいこと引っ掛けて身動き取れないようにしていくっていう、自分とスティックを一体化させていく。でそうするとその延長上にこのスティックを通じて相手と一体化していくっていうのがあるから、それを通じて相手を動けないように封じ込めていくっていう、まあこの武器のトレーニング法とスティックバインディングですね、棒で縛るっていう、そういうのがあったりします。オンラインとかウェブナーとかズームとかそういうのがあったらあって、そこでかえって逆にそのリアルの価値が高まってるっていう話が出てきてるんですよね。うん、YouTube とかオンラインで見て実際に体感するってことですよね。そうそうそう、そうする、まあ、要はずっとあのライブの DVD とか見てても実際ライブ行ってみたいよねみたいな、そうやって価値が高まってくるっていうのがあると思うんですよね。実際いやありますよね、うん、見てるとやっぱ本当かな、受けてみたいなと思いますもんね。隠し状とかがあって、こうしといて相手が来た時につけて、相手が来る時に出すとかで絡めるとかが多くしてしまって、ただこう入ってこう絡んでこういくとか、そこから相手がそれで切り上げてきたとしてもこう入って持ち替えてついてこう打ってこうで絡めていく、うん、っていうような手の内に隠すものが多い。で相手が来て切ってきた隠しとく、でそこから打つっていうのを、なんか肩とかで来たらシャーそのままプトンって打って、そのまま喉につけて目につけて首とかっていうような使いをしたり、体当たりしたりもします。体当たりだとこうなってきたのを切ってきてもらって、こう入ったらこのままこう体当たりしていく、手の内に隠して自在にこう使う、自在になんかあると思ったらいなくなっといてっていうような使い方をします。これは普通に打つとこうなるんですけど、普通に打つとこう打ちますけど、チキン打ちになったらこのままこうすぐ入っていくというか、なんかそのままポン、なんか体のあれが違うかですかね、対刀みたいな感じでこう結構こう反らすのが、巻いてとか巻くときもなんかこう入ってこう巻くっていうよりも、巻いて入ったらこれを反らす、反らす、なんか勢いで回転で反らしといて次入る、で、あ、ごめんなさい言っちゃったけど、こう行くみたいな、反らすのが多いだから、結構ムチケンのうちのこう反らすのと似てて、反らして回転させる、だ腕の一部だと思ってやりなさいっていうのでやらされました。トシュだとこういうことを、今の巻いて落として今度はこう入るか、もしくはこう入る、こうもう反らしておいてこう入る、はい、冒頭一緒みたいな。私はあの本当に楽しむ、楽しんで自分が興味のあることを
あのコラボの方に聞いて、うん、体験してみて、うん、ぜひおすすめしたいことはおすすめして危ないことは危ないってはっきり言う。あ、そうですね、危ないですもんね、うん、何でもやっていいわけじゃないですもんね、うん、危ないから真似しちゃダメなことはダメだし、ネタとしてやってるけど、うん、これは訓練してやってるからっていうのもちゃんと伝えないと変に真似しちゃう人が出てくるので、そこは注意しつつ、ネタに困ったら北川先生に聞きます。まあ、情つってもね、スティックつっても、まあ、あのこれってある意味どこでもありふれたもんだから、形状として、だからいろんな文化でいろんな技術の中でそれぞれの使い方があるし、やっぱそれぞれもすごい面白いですよね。工夫次第で効果的な一人稽古ができたり、あるいはあの肩稽古の確認作業になりますね。なりますね、なりますね。情っていうのは本当あの武術の学びに役に立つ、うん、とてもいいパートナーじゃないですか。そうですね、一家に一台情、一家に一台情ですね。気軽に、ね、入ります。用途はもう本当工夫次第で無限の可能性がありますね、うん、持てばやる。そうですね、はい、